コンラート・モンク、コンラート・メンヒは、ドイツの薬学者、植物学者である。メタダス・プランタス・ホルティボ・タニサイ・アグリー、マーバージェンシスなどの植物に関する書籍を執筆した。カッセルに生まれた。薬学の教師として働き、1786年から、マールブルク大学の植物学の教授となり、植物学の著作を行った。薬学の実験場を作り、 教育と研究の中心施設を作り上げた。1794年の著書のメタダスプランタスホルテー、ボタニサイアグリー・マーバージェンシスは、マールブルク大学の薬草園やマールブルクの植物に関する書籍で、いくつかの新種植物が記載され、ドイツの植物学者、ベルゲンにちなんで命名した属、ベルギーニアやヘリクリサムなどが含まれる。 メンヒは1777年の著書、エヌメラチオプランターラムインディジナラム8試合では、リンネの分類法に従ったが、1794年の、首長メタダスプランタスホルティボタニサイでは、ドイツの植物学者、ヨハン・ゴットリープ・グレディッチュが始めたおしべの配置に、応じて分類する方法に従い、リンネの分類法の批判者の一人となった。ナデシコ科の植物の俗名、 モエンチアなどに、懸命されている。文句は、植物の学名で命名者を示す場合に、コンラート面比を示すのに使われる。ありがとうございます。